ああ、お前みたいな低学歴の田舎者は末席に決まってんだろ。向こう行けよ。社長まだ来てないんだからいいだろ。次期社長の俺が予行演習してるんだから黙って向こう行けっつってんの。本社に異動になった俺の歓迎会を開いてもらい、向かったバーベキュー会場。そこで厄介な課長が俺を見下したように笑った。課長は俺がどうしてここにいるかが分かってないんだ。そんな課長に俺が真実を伝えるまで秒読みが始まった。残り3、2、1。俺は天野和夫、38歳でお菓子の輸入販売の企業に勤めている。幼い頃から父に厳しく育てられた俺は、勉強からスポーツに礼儀作法まで、あらゆることに精通するようにとしつけられてきた。小学生の時からテストで100点を取るととても喜んでくれるのだが、褒められたことに味をしめ、調子に乗っていたり偉そうにしていたりするとすぐに叱られてしまったり、こんなところで満足するな、もっともっと上を目指せと言われてきた。特にクラスメイトや仲良くしている友人に対して、俺より低いテストの点数や運動競技の成績などを見て、自分より劣るところを馬鹿にするような態度をとっているとひどく叱られた。今思うと当たり前のことだが、当時の小学生男児なんてみなそんなもので。だってみんな言ってる。俺も言われたことあるし。みんなが言ってるからお前も真似をするのか？言われたことがあるから仕返しのつもりなのか？お前はそれでいいのか？父はそれを子供のざれ言だと許そうとはせず、態度を改めずに覚えたての汚い言葉を言っていた俺に向かって、傲慢というのはとても大きな罪だ。人を見下して優越感に浸るやつほど醜いものはない。大切なのはテストの点数や成績よりも人間性だ。意見の相違による喧嘩は大いに結構だが、一方的な罵声や見下すような態度は許さないからな。と何度も諭すように言ってくれていた。そんな父の教育のもとで成長した俺は、高校を卒業して数年が経った頃、今の勤め先であるお菓子の輸入販売の会社に就職した。本社ではなく地方にある支社だが、やることは同じ。それまでアルバイトとしてお菓子製造の現場で数年働いていたものの、輸入販売の仕事は初めてだった。そのため右も左もわからない状態であった俺は、必死で先輩たちに食らいつき業務を覚えた。機械と向き合うことが多い現場とは違い、パソコンや人との関わりがメインになり、最初は慣れないことばかりだった。しかし日々勉強しながらも、なんとか業務を自分のものにしていった。同期は俺を含めて4人いた。その中でも俺は特に出来が悪く、周りが次々に主任や係長に昇進していくのを眺めていた。誇らしげに笑う彼らのようになりたい。周りからもっと褒められたい。評価されたい。そう思いつつも、なかなかうまくいかない日々。周りからの期待も失い、まだ出世しないのかと陰で笑われていた。正直悔しかった。だけど、こんな日々もいつか自分の財産になると信じて、地道に頑張っていた。するとそれがようやく実を結んだのか、俺も主任に昇進することが決まった。俺が主任に昇格して数ヶ月が経過した頃、都内にある本社に一人、中途採用で入社してきた男性がいた。普通なら本社に誰が入ろうが噂にはならないのだが、藤谷というその男性は違った。面倒な人が入ってきた。どこからともなく、すぐに支社にまで聞こえてきた噂話。人伝いに情報はどんどん回り、その面倒具合がどんなものなのかが知れ渡るのは、あっという間の出来事だった。自己紹介で国立大出身ということを強調し、聞いている方が嫌になるくらい毎日高学歴アピールをしていること。それに派生して
なぜか自分が社内で一番高学歴だと勘違いしており、周りを見下し馬鹿にしていること。なんなら自分のことを次期社長だと思っているらしいという噂まで回ってきた。意味がわからず皆最初は、どうせ噂話でしょ、なんて言っていたものの、本社から聞こえてくる藤谷課長の噂話は、なくなるどころか増える一方だった。天野主任、聞きました?何を?本社の藤谷課長の話です。相変わらず面倒みたいですよ。ああ、そうなんだ。はい。何でも今時珍しいくらいの学歴至上主義らしいですよ。本社って、正直国立大出身の人ってゴロゴロしてるじゃないですか。藤谷課長の学歴が珍しいわけでも何でもないのに、よくあそこまで威張っていられますよね。他の人はどうやって対処してるんだろうね。国立大出身って藤谷課長が知ったら激高するんじゃないか。それを面倒がってみんな自分の学歴はあまり言わないようにしてるんですって。だからさらに調子に乗って威張ってるらしいです。それもそれですごい話だよな。実は本社に短大出身の女性がいるらしいんですけど、その社員の方が仕事ができるのに、自分の方が学歴が上だからって、仕事を押し付けてるって噂ですよ。え?それでその社員がもちろん抗議したらしいんですけど、部署のみんなの前で、晒し者のように、低学歴が俺に意見するな、って怒鳴り散らしたって。それは、やばいですよね。もちろん俺の元にもこうして噂は回ってくる。だけど、こんな風に本人がいないところで悪口に近い噂話をするのは俺は気が引けた。それも藤谷課長のことだけならまだしも、必ず彼の話には被害を受けている社員がいる。噂話を広げること自体よろしくないだろう。だから俺はあまりその話自体には関わらず、言われたら聞くくらいのスタンスを貫いていた。そのためか、俺の反応が面白くないと思った社員は、次第にその話題を話しかけてくることはなくなっていた。そんなある日、え?あの藤谷課長が?朝から部署内が騒がしく、出勤してきた俺も部下に捕まった。天野主任、社内メール見ました?いや、まだですけど、どうしたんですか?見てください、これ。藤谷課長が、ここに?そうなんですよ。どうしましょう。どうしましょうって言われても、俺たちは普通に仕事をするだけ、かな。天野主任。ほら、みんなもそれ以上騒がないで、もうすぐ朝礼の時間です。準備しておいてください。はい。口々に返事をした部下たちを見回して、俺は自分のデスクに座り、パソコンで改めてそのメールを開いた。それは本社から送られてきたもので、差出人を見ると藤谷課長となっていた。3日後に出張で支社に出向くからよろしくというものだった。皆噂の藤谷課長が来ることへの好奇心と、学歴至上主義の彼への対処の方法を考えて、朝から騒いでいたようだった。さて、どうしたものか。俺は頭をかいてため息をついた。そして3日後、予定通り朝から藤谷課長が出勤してきた。彼は2ブロックの髪の毛を流すようにセットしており、切れ長の目は見下すように垂れ下がり、自信に満ち溢れているように見えた。確か俺とそこまで歳も変わらなかったはず。俺は国立大出身でもなければ、そもそも高卒の人間だ。おそらく彼には一番のターゲットにされるだろう。予想通りと言うべきか、彼はまず俺の元へ足を運んできた。君かね?高卒の万年主任君は。あ、失礼。主任になったのすら最近だったかな。はあ、天野と申します。よろしくお願いいたします。俺は藤谷。知ってると思うけど、国立大出身で将来が約束されている男だ。はは、だから俺にはなるべく媚びを売っておいた方が
後々自分のためになると思いますよ。なんて。みんなも自己紹介してもらおうか。初対面はそんな調子だった。やはりと言うべきか、彼は自分の学歴に絶対的自信を持っており、次期社長を目指しているというのも、あながちただの噂話ではないのかもしれない。皆そんな藤谷課長を見て、やはり好奇心よりも嫌悪感が勝ってしまったらしく、誰もが口数が減っていた。その後もわざと俺の靴紐を踏んでほどけさせたり、すれ違いざまに肩をぶつけてきたり。一つ一つは小さなことだが、積み重なるとイライラもしてくるもの。二度目の出張に来た時は、東京土産を持ってきていたようだが、俺の分だけ当たり前のようになかった。気を利かせた部下が分けてくれようとしたものの、君、そんな低学歴の無能人間にまで優しくしている暇があったら、仕事したら?そう藤谷課長に釘を刺され、俺に謝罪をして去っていった。別に土産が欲しかったわけではないし、そんなのどうでもいい。ただ、やり方があまりにも子供すぎて呆れてしまった。それだけなら気にしなければよかったものの、藤谷課長は本社に戻った後も、俺に嫌がらせをやめなかった。今そっちに送ったデータ、定時までにまとめて送り返してください。定時までって、あと1時間半しかありませんよ。じゃあよろしくお願いします。藤谷課長?送られてきたファイルを開くと、明らかにそんな短時間では終わるわけもない業務。しかしここで仕上げないと、また何を言われるかわからない。俺は必死に仕上げて納品したものの、藤谷課長、言われた通りに定時までに納品いたしました。ご確認いただいてもよろしいですか?え?何の話だっけ?え、一時間半ほど前に電話してきたのは藤谷課長でしょ?ああ、あれね。ごめんごめん。キャンセルになったんだよ。言ってなかったっけ?悪いね。頑張ってもらっちゃって。ええー、本当に定時までにやったんだ。すごいじゃないか。でも悪いね。じゃあお疲れ様。藤谷課長!無情な声とともに、電話を切った音だけが虚しく残っていた。そんな嫌がらせにも耐えてきた俺は、この度ついに本社に移動することが決まった。藤谷課長もいるため憂鬱ではあったものの、本社に移動するのは楽しみの方が大きかった。都内で暮らすのは久しぶりだったため、人の多さに驚きながらも、どうにか本社にたどり着くと、恐る恐る中に入る。するとエントランスで待ち構えていたかのように藤谷課長が現れ、低学歴の田舎者が何しに来たんだ?と、開口一番に馬鹿にしてきた。しかしそれに付き合っている暇などない。お疲れ様です。急いでるので失礼します。つまんねえやつ。適当にあしらうと舌打ちをしていなくなっていた。俺はすぐに本社での研修を開始した。各部署で一週間ずつ研修させてもらうことになった。何事もなく一週間ずつ回っていたものの、五つ目に訪れた部署は、どうやら藤谷課長のいる部署のようだった。今回もまた予想通り、藤谷課長は俺を見るなりニヤニヤした視線を送ってきて、やっと来たか、と薄ら笑いを浮かべた。お疲れ様です。今日からよろしくお願いいたします。ああ、よろしく。しかし挨拶もそこそこに、藤谷課長は俺に数枚の紙を渡してきた。これは?これをシュレッダーにお願いします。え?他の部署では、他の社員同様に仕事をさせてもらったにもかかわらず、藤谷課長は俺が高卒だからと、まともな仕事をさせてもらえなかった。高卒の人間に任せられる仕事なんてあるわけねえだろ?そう吐き捨てて、毎日のようにコピーやシュレッダーや封筒ののり付け、あとは古い書類の整理なんかを押し付けられた。悔しいけれど、心の底から俺を見下しているらしい藤谷課長に、何を言っても聞く耳を持たないだろうし、時間の無駄だ。
ひとまず頼まれたことをやって過ごし、定時過ぎに藤谷課長が帰った後、他の社員にざっくりと仕事を教えてもらって、どうにか一週間をやり過ごしていた。そして俺が本社に移動してしばらく経った頃、俺の歓迎会と称してバーベキューを開催してもらうことになった。ぜひご家族でご参加くださいね。ありがとうございます。家族連れも大歓迎ということで、当日はたくさんの子供たちが来て賑やかになることだろう。実は俺も支社にいた頃に結婚して子供を授かっていたことから、二人を連れて行くことにした。新た、準備はできたか？うん、行こう。バーベキューなんて久しぶりだもんな。楽しみか？うん、楽しみ。僕、お肉いっぱい食べるんだ。ふふ、お肉もいいけど、野菜もしっかり食べなさいよ。わかってるって、早く行こう。息子の新たと妻と一緒に会場に向かう。藤谷課長のことは気がかりだったものの、さすがに大勢いる会場で何かしてくることはないだろう。そう思っていた。あ、どうした？忘れ物した。取ってくる。ちょっと待て。一緒に行く。でもお父さん、遅れちゃうよ。何？少しくらい遅れたって問題ないよ。ほら、早く取りに行かないと、あなたこそお肉なくなっちゃうぞ。やばい。ちょっと待ってて。私が見てくるから、先行ってていいよ。いや、大丈夫だから気をつけて行ってこい。わかった。家を出てすぐだったため、新たは急いで走って自宅まで戻っていく。妻もそれに付き合い、二人が戻ってきたのを確認してから再び歩き始めた。会場に到着した頃には、すでにバーベキューは始まっていた。やはり少し遅れてしまったけれど、皆が思い思いに楽しんでいるし、今回は参加も解散も自由だ。問題はない。しかしふと見てみると、藤谷課長が社長の座るはずのスペースに座ってビールを飲んでいるのを発見した。思わずその場に向かい、どかそうとする。藤谷課長、避けてください。ああ？お前みたいな低学歴の田舎者は、末席に決まってんだろ。向こう行けよ。そう笑い始めた藤谷課長に、どうして藤谷課長が社長の席に座ってるんですか？と聞くと、社長まだ来てないんだからいいだろ。次期社長の俺が予行演習してるんだから黙って向こう行けよ。お酒の酔いもあるのか、高らかに笑ってそう言った。すると、おじさん、そこはお父さんの席だよ。避けてよ。新たが走ってきてそう言った。あ？何言ってんだこのガキは。お前のとこのガキか？親なら息子の教育くらいしておけよ。あのな、君のお父さんの席はあっち。子供だから社長席と末席の区別がつかなかったんだよな。俺は優しいから許してやるよ。ほら、向こう行きな。新たを連れて行こうとする藤谷課長を止めようとすると、俺より先に、藤谷課長、いい加減に気づいた方がいいよ、と声が聞こえた。え？藤谷課長の視線の先には、俺の同期社員3人の姿があった。天野、社長就任おめでとう。彼らはそう言ってビールを手渡してくれて、乾杯の坊主をしていた。みんな、ありがとう。なんか、天野がついに社長になるのかと思うと感慨深いよ。な、ついに来たかって感じだな。ほんと、おめでとう。三人とも笑顔を向けてくれて、俺は驚いて言葉に詰まりながらもビールを受け取った。どういうことだ？俺の元へ駆け寄ってきて驚く藤谷課長は、俺たちを何度も見比べる。藤谷課長、本当に気がついていないのか？今、こいつのことを社長って。ああ、そうだよ。まさか、本当にこんな田舎者が社長に？どういうことだよ。あっけに取られる藤谷課長に。藤谷課長、昨日の社内掲示板と社内メール見ていないんですか？と、一人の女性社員が声をかけた。
彼女は藤谷課長が最近特に可愛がっている女性だ。社内掲示板？俺は昨日取引先から直帰だったし、パソコンも持って行ってなかったからメールも見ていないが、何か出ていたのか？一歩近づくように足を出した藤谷課長に、その女性社員は嫌そうに一歩後ろに下がる。しかし本当に何も知らないらしい藤谷課長に、女性は呆れつつ眉を潜めながら口を開いた。昨日の夕方、社内掲示板に出てたんですよ。昨日付で天野一郎社長が引いて会長に就任して、こちらにいらっしゃる天野和夫さんが社長に就任されたって。なんだって？本当に知らなかったんですか？天野さんの名字で気がつかなかったんですか？だってこの年で万年主任って聞いてたから、てっきり無能なお荷物社員なんだと思って。藤谷課長はそうつぶやいてから、今までの行動や言動をすべて思い返したらしい。そして呆然と手に持っていたビールの缶を落っことしてしまった。その瞬間、社長の前で何を粗相してるんだ。俺の同期社員3人に叱られる藤谷課長。すみません。すみません。ビクッと肩を揺らした藤谷課長は、震えながらビールの缶を拾い、すみませんでした。すみませんでした。としきりにつぶやく。しかしいたたまれなくなったのか、次の瞬間逃げるように帰ってしまったのだった。週明けの月曜日、俺が出社すると、社長室の前に藤谷課長がいた。その背中はひどく小さく見えて、どうやら手には退職願いを持っている様子。藤谷課長。声をかけると、また肩を跳ねさせてこちらを振り向いた。天野社長、おはようございます。この度は、誠に申し訳ありませんでした。目が合ったと同時に土下座の勢いで頭を下げた藤谷課長に、俺はため息をつきながら一つ聞いてみる。本気で辞めるのですか？はい。知らなかったとはいえ、社長に対してあのような無礼な発言と行動した私が、これ以上この会社に留まっていいわけがありません。それは間違いですよ。社長相手だったから問題だったんじゃない。誰にだってあんな態度をしてはいけない。子供にもわかることです。はい。本当に申し訳ございませんでした。しかし、社内の人間に顔が立たない程度のことでやめていいんですか？藤谷課長は今まで次期社長を目指して頑張ってきたんじゃないんですか？社長になりたいほどの気持ちで我が社の仕事に向き合ってきたんじゃないんですか？藤谷課長は静かに涙を流した。その姿はとても退職願いを持ってきた人とは思えないほどに、本当はまだ働きたいと言っているように見えた。見かねた俺は藤谷課長を立たせて、ここじゃゆっくり話もできない。場所を変えてコーヒーでも飲みながら少し話しましょう。と近所の喫茶店に誘い出した。退職願いを持ってきた藤谷課長をこのまま解雇することなど簡単だ。しかし解雇するなら今までの学歴至上主義について聞いてからでも遅くはないと思った。会社の近くにある喫茶店は古くからある老舗で昭和の雰囲気が漂うレトロなお店。上品な店内でコーヒーを頼み、飲みながら藤谷課長の話を聞いてみた。藤谷課長はどうしてそこまで学歴にこだわりを？私の両親は共に東大出身の秀才でした。それはすごいな。はい、だからなのか。幼い頃からどんなにいい点数を取っても、それが当たり前の二人だからこそ、褒められることも驚かれることもありませんでした。小学校のテストは満点が当たり前、中学や高校では学年トップクラスの成績を取るのが当たり前、そんな環境で育ちました。自然と私も東大を目指していたんです。両親が二人とも東大出身なら、その子供も東大を目指すというのはよくあることだろう。むしろ、決められたレールのようなものが見えていてもおかしくない。
きっと藤谷課長もそうやって育ってきたんだ。でも私は東大に落ちてしまったんです。そうだったんですか。はい、東大に行くのが当たり前だと思っていたから、他の大学なんて全然対策してなくて、滑り止めというほどではないけど、一応受けていた後期の試験で、なんとか国立大に受かって、でも両親からは、残念だったな、と言われただけでした。後期の試験で国立に受かるなんて十分すごいと思いますが、ご両親はそうではなかったんですね。はい、でも、社長のおっしゃる通り、東大じゃなくても国立大なら、高学歴に分類されるんだって気がつきました。社会に出て、実際に褒めてもらって、今まで両親からは満たしてもらえなかった承認欲求が出てきてしまったんだと思います。褒められて調子に乗っているうちに、高卒や短大、私立出身の部下を馬鹿にするようになってしまいました。この会社で国立大出身なのは私しかいないと思って、余計に調子に乗ってしまったんです。藤谷課長は涙ながらにそう懺悔した。藤谷課長が苦労してきたことはわかりました。でも、だからこそ今までの言動や行動は肯定することはできません。はい。部下たちがどんなに苦しい思いをしたか、あなたならわかるでしょ。仕事において学歴なんて関係ない。部下たちを理不尽に見下しても心が離れていき、いずれあなたが一人になるだけです。その時に後悔しても遅いんですよ。そうですよね。人としてよろしくない態度は、どの会社にいようが改めなければならないだろう。だけど、一つだけあなたに謝らなければならないことがあります。え？私は入社以来、高卒だと言っていましたが、厳密に言うと、それは少し間違いがあって。え、それは一体どういう？実は、フランスの大学を卒業しているんですよ。え？藤谷課長は面白いくらいに驚いてくれた。実は、最初は日本の大学に通っていた。しかし、大学1年のある日、当時すでに社長をしていた父親から、お前、そんなんじゃ大学行ってる意味ねえだろ！と叱られたのだ。俺としては学業もバイトもサークルも他の学生同様バランスよくこなしていただけだった。しかし、それだけでは父の目からは生ぬるく見えたのだろう。ある日トランク一つと飛行機の片道チケットを渡されてしまった。日本でこのまま大学生をやっていたところで、お前の才能は開花するどころか潰れてしまう。フランスに俺の知り合いがいる。向こうで働きながら勉強してこい。そう言って空港に連れて行かれ、あれよあれよという間に手続きがすべて終わっており、俺はフランスにいた。そこで迎えに来てくれた父の知り合いだという現地の方に連れられて行き、ホームステイしながら働いて、合間に大学に通って無事に卒業。父親からは褒められたりはしなかったけれど、おめでとう。一言そう言ってもらえたのが嬉しかったのを覚えている。帰国して早々、向こうの大学を出たからといって、少しでも偉そうな態度を取ることは許さないからな。最終学歴も高卒ということにしておけ。反論したところで無意味だと知っている。だからそう言われて素直に従ってきたのだった。入社した後も、他の社員が甘やかしたり気を使ったりすることがないように、社長の息子ということは完全に隠し続けてきた。それもこれも、すべて上に立つ人間にとって、傲慢は危険でしかないと考える父の教えがあったからだ。まあ、同期三人にはさすがに途中でバレてしまったし、名字が同じだからと、実は関係があるんじゃないかと疑っていた社員は多いと聞く。それでも俺は父の考えに賛成だったし、俺も同じように考えていた。今後は役職者の皆にも同じ考えを持ってもらいたいと考えている。主任に昇進するのが一番遅かったのも、この年まで本社に移動することなく支社で勤務していたのも、頭でっかちにならないように現場をよく知るためだったのだ。
俺の話を聞き、藤谷課長は感銘を受けたかのように目を輝かせていた。そんな、私とは真逆だ。なんて浅はかだったんだろう。それは否定できませんね。浅はかだったと思うし、見てて痛々しい部分もありました。痛々しい？国立大出身の社員が藤谷課長だけのはずがないじゃないですか。そう告げると、事実に気がついたのか、火が出そうなほどに顔を真っ赤に染め上げた。社長！ん？勝手で申し訳ございませんが、この退職願いは取り下げてもよろしいでしょうか。ええ、そもそも最初からすぐに受け取るつもりなんてありませんでしたから。そうでしたか。お恥ずかしい限りです。もう一つ、よろしいですか。はい？課長の職をお返ししたいのです。それは、降格させてほしいということですか？はい。また一からやり直したいんです。社長のお話を聞いて、そう思いました。わかりました。そのようにします。お手数をおかけして申し訳ございません。ありがとうございます。まさか社長としての初仕事が、藤谷課長の遺留問題になるとは思いもよらなかった。予想外の展開に思わず苦笑いをしてしまう。しかしその後、藤谷課長は心を入れ替えて、これまで迷惑をかけてしまった相手一人一人に謝りに行ったようだ。特に九段の短大出身の女性社員には、何度も何度も頭を下げたという。それでも完全に許してはもらえなかったようだけど、これからも誠意を持って謝りたいと言っていた。そしてこの謝罪案件は本社のみならず、もちろん支社にまで足を運んだらしい。久しぶりに支社の社員から電話がかかってきて出ると。天野主任、じゃなかった社長、聞いてください。ついさっき、藤谷課長が謝りに来たんです。と、驚きの声が耳に響いてきた。そうでしたか。どうでした？どうもこうもないですよ。あんなに皆のこと見下してたのに。急に謝りに来たって言うから信じられなくて。でも実際見たら別人のようになってて驚いたし、なんか逆に怖かったです。あの藤谷課長が僕たちに頭下げたんですよ。申し訳なかったって言って、信じられます？あの人一体どうしちゃったんですか？そんな人じゃなかったですよね。何があったんですか？雪でも降るんですか？と、慌てふためいている様子が少し面白かった。はは、雪までは行かなくとも、雨くらいなら降るかもしれませんね。やっぱり、社長、一体何したらあんなに人が変わるんですか？社長があの人改心させたんですよね。さあ、どうでしょう。教えてくださいよ。発言自体は失礼極まりないものの、今までされてきたことを考えれば気持ちはよくわかった。そんな紆余曲折もあり、今では本人の希望通り課長でもなくなってしまったけれど、すっかり選ぶこともなくなり、仕事に邁進してくれているようだ。もともと彼は仕事においてはとても真面目だということは知っていた。戦力を失わずによかったと嬉しく思っている。俺が社長に就任してからまだ日は浅いものの、あの藤谷課長を平社員に降格させただけでなく、改心させたと噂が回り、新社長の社内での評判はうなぎ登りらしい。自分の知らないところで自分の評判が上がっているというのは、なんとも複雑な心境ではあるものの、評価が下がるよりはよっぽどいいだろう。社長は気さくないい人らしい。なんて噂も回っており、この会社は本当に口が軽い社員ばかりだなと笑えてくる。それに加えて噂を聞きつけた若い社員が毎日のように、社長、一緒にランチに行きませんか？ぜひ社長のお話を聞いてみたいんです。お願いします。とランチに誘ってくるようになった。たかられているわけではなく、純粋に俺の話を聞きたいと思ってくれているのはわかる。ありがたいことだ。しかし、社長が社員と食事に行くのだ。いくら誘われた側だとはいえ、社員におごらないわけにもいかないだろう。そう思い毎日のようにランチ代を出しているため、
俺のお小遣いがスズメの涙ほどしか残らなくなってしまったことに少しだけ頭を悩ませていた。これでは飲み物も買えやしない。妻にお小遣いアップをお願いしてみようか、なんて考えてしまう自分に笑ってしまう。社長に就任したからにはもっと大変な悩みや問題を抱えることを覚悟していたのに、蓋を開けてみればこんな些細な悩みだ。なんて俺は恵まれているのだろう。そう思っていると、今日も俺の目の前に目を輝かせた部下がやってくる。社長、ぜひ今日は私たちとランチを。ずっと順番を待ってたんですよ。お話聞かせてください。私もいいですか？ずっと社長のお話聞いてみたかったんです。わかったわかった。じゃあ行こうか。あ、ちょっと待っててくれ。不思議そうな顔をする社員3人を横目に、俺は今日もランチ代をおごるべく、財布の中身を確認するのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。